にちは、ワン・フォー・オール候補生の宮沢亮太郎です。本日やる性格診断テストは MBTI テストというものをやります。 MBTI テストとは、もう一回差し払いましょう。集中して集中してなんでよ、なんかここまで2人っすよ、変な質問に入っちゃうんだよ。MBTI テストとは、質問に答えることで16タイプの性格パターンの中からあなたの性格を分析分類します。 MBTI テストはアメリカでは最もポピュラーな性格診断で、自分の性格を深く理解することができたり、他者の創生を考えたりすることができます。 MBTI テストで自分の性格を調べてみましょう。12分以内で終わらせてください。はい。そして正直に答えてください。はい。 できるだけ中立の答えは避けてください。はい。頑張ってください。はい、頑張ります。よろしくお願いします。自分の考えに夢中になって周囲のことを無視するしたり忘れることがよくあります。あるね、よくあるね。受信箱がごちゃごちゃするのが我慢できず、できるだけ早く E メールに返答 しようとしません。そうですね。はい。貯めるよね。貯めます。他人よりも自分が優れていると感じません。え、ほんと、いや、ちょっと自宅および仕事場の関係はかなり整理されています。もはい。あ、そういうことか。今の環境じゃなくて自分の部屋とかね。そうしてません。旅行に行くときはかなり計画を練ります。本当に練ります。面白い本やビデオゲームの方がソーシャルイベントよりもいいと感じることが、あ、ビデオゲームゲーム好きですと言います。よく過ぎましたよ。よく過ぎました。他人に自分の行動についてあれこれ言わせない。ああ、言わせません。入念な計画立案者というよりはその場で即興で物事を言うタイプである。あ、そう。え、どっちだろう。結構行き当たりばったりじゃん。行き当たりばったりです。違う。人間の存在理由について10個です。人間の存在理由、あ、確かに。なんで人間って動くんだろうって思ったことはいっぱいあります。友達が何かに楽しんでいる場合、問題対処の方法を提案するよりも情緒的なサポートをすることの方が多いです。自分の所持品を誤った場所に置いてしまうことがあります。あれ、電車に置き忘れたことがあります。何回も。はい、何回も。違う。自分はこの夢創価ではないと思います。自分は夢創価です。何て夢創価。何かを行うときは時間がギリギリになるまで物事を先送りにする傾向があります。あります。改善します。はい、結果出ました。おどうですか。結果はあなたの性格タイプはエンターテイナーです。読み上げたいと思います。 ESFP エンターテイナータイプらしいです。感情豊かなお調子者、予知発生がありエネルギッシュで熱心なエンターテイナーで、周りが退屈することは決してない。はい、本当に。特徴、人と一緒にいるのが好きで陽気で活発、親しみやすい性格の上、意外と気配りもでき、小さな世界を。おただこのタイプの人はお調子者で悪乗りをしちゃうことがあるので、自己中心的だと誤解されることがあり落ち込むこともあります。しかし褒めてもらえればすぐに復活しますね。はい、確かにですね。単純かもしれません。2人似てる。陥りやすい落とし穴、人生を何とか歌することを重視しすぎて責任を果たさないことがある。当たっています。結構当たってました。当たってたね。はい、すごいです、この診断能力です。面白かったです。ちょっと滑舌が悪かったんですが、そこは流してください。ありがとうございました。